もし君が世界の果てにいても今すぐに見つけるよ。おい、会社辞めるって本当か？はい。俺は知らない。そんなに俺に関わりたくないのか？何か自分一人でできないかと考えた末の選択です。そんなこと俺は聞いていない。私はもうあなたの世話役ではないので、とにかく話は後です。タオルを。朝比奈、そんなの俺は許さない。龍一郎様、無礼を承知の上で申し上げます。私はあなたが好きなんです。私などがあなたのそばにいては迷惑になります。ですから離れたいのです。お前は親父が。旦那様も親父のことが好きなんじゃないのか？申し訳ございません。おっしゃっている意味がよくわからないのですが、もちろん旦那様は我が家の命の恩人です。尊敬してもし尽くせない大切な方です。キスしたら思いっきり拒否しやがったくせに。それは私の気持ちをあなたが知ってからかったからです。はあ、なんだよそれ。勝手に解釈すんなよ。お前いつから俺のことを好きだった？あなたはもうお忘れになっているでしょうが、先ほどお返しした鉢植えをいただいた時かもしれません。バカかお前は。お前が俺に思ってることは俺がお前に思ってることだ。バカだ、どうして今まで気づかなかったんだろう。お前は俺のことを何も分かっていない。何年一緒にいたんだ。こんなに近くにいたのに。朝比奈、それは多分好きすぎて。はい。絶対に叶わないものだと思っていたから。お前のせいで俺は迷惑している。本当は何でもできるのにお前がいちいち構うから、周りは俺をそういう人間だと勘違いしている。はい。最大の問題は俺が本当の俺を嫌いだということだ。全部お前のせいだ。はい。責任を取ります。すべてはあなただけのために。あまりにもそばにいることが当たり前だと思っていたから。